さんこんにちは、財布倉庫です。今日は久々にプライベートで運動しています。なんと私はプライベートでゴルフするとき、まあ、YouTube でもそうなんですが、これからはリスティでしばらく回ってカップレーを目指したいと思ってます。で、今日はその第1弾なんですが、なんと前半1オーバー、後半さっきまで1アンダーだったのに8番で3パットをして後半パワープレーとなってしまいましてですね、今1オーバー状態でございます。で、最後のね、今日はデイスターの中西コースですね、今の9番、ここパー5なんで頑張ってバーディーを取ってパープレーにしたいと思います。頑張ろう。おう、ちょっと意外に距離がありましたが、ゴルフの神様にお願いをしていきます。お願いします。いくぞ。ゴルフの神様いるよ。ゴルフの神様ショット、完璧でしょう。これはこれは完璧。さあ、こっからバーディー取んなきゃいけないから、3オン1パット。じゃあ2打目セカンドショット、ちょっと左足下がりで難しいですが、欲を出さずにね、ちょっと右が池なんですよ。左もね結構やばいんです。あんまりこうドローをかけるイメージ持たずにます。ちょっとあの浮かしに行っちゃった、でも大丈夫かな。おー、うまくいってる。ゴルフの神様まだいるね。はい、3打目、運命の。ちょっと微妙な距離で122で9で行きたいんですが、9だと大きいんで T で下から攻める、下から攻める。今日一見かけました。バンカー。これ入れたらバーディーや。入れたらバーディー。あんな引っ掛ける。入るある？ああ、ちょっと待って、あるかと思っちゃった。でもパーはまだあるよ。ちょっと、うそー、全然違う、全然ラインが違います。あ、もうボギー。何だったの。2オーバー37、あ、ちょ、37、お、でもベスト更新しましたよ。74、おー、はい、パープレーへの道、急にこんなことをやり始めて、本当にあの、え、なんだこの短い動画はみたいな感じになったと思いますが、少し説明したいなと思います。実はあの
まあ、レッスンを始めた時ですね、時に、今習ってるコーチの森森弘プロから、まあ、心ちゃんパワープレー出せるようになるよって言っていただいていました。いや、またまた無理ですよみたいな、まあ、出したい気持ちはありますけど、結構パワープレーって全部パワー無理だしバーディー取んなきゃいけないじゃんみたいな話がありましてですね、まあ、でもそんなこんなでレッスンしていくうちにいいスコアが出たりとか、なんか安定してきたりとか、森さんなんか私ハーフ今日パワープレーだったんですよっていう話とかがあって、いや、いけるかもしんないなと。まあ、あのレギュラーっていうのはちょっと厳しいので、ディスティからだったらもしかしたら可能性があるかもしれないということになりまして、でもう今年も残り3ヶ月ですかね、もう10月入っちゃったんで10、11、12の3ヶ月、この3ヶ月でちょっと頑張りたいと思いましてですね、でまあこう結構その撮影だとレディースティーじゃないことも結構あったりするんで、まあ、プライベートラウンドも含めてパワープレーに挑戦しようと自分で決めました。でこの間森さんにも話してですね、森さん私レディースティーから頑張ってパワープレー出しますねっていうことになりました。そこで第1弾、プライベートでゴルフ行っててレイスターゴルフクラブですね、久々に行ったんですけれども、結構ラフが伸びててですね、ラフに入れると厳しい感じでしたね。で前半も結構ボギーが1個でバーディーが1個かな、あ、バーディーじゃ、ボギーが2個でバーディーが1個のワンオーバーだったんですよ、前半が単純なで、後半が1アンダーで途中まで来てて、まあ、このままパーパーだったらパープレーだなと思ってたらですよ、ボギーが来ちゃってみたいな話なんですけれどもね。で結局3737の74、はい、という結果でした。皆さんは、パワープレー出したことありますか？ある方は結構いらっしゃるかもしれないです、見てる中でも。こう私のプレーを見ててこういうところもっとこうした方がいいんじゃないかとか、まパターに関してでもいいですし、ショットに関してでもいいですし、私の場合は本当にここ行きたいって時にすごい引っ掛けるか、なんかペラるんですよね。なんか気合が入ると突っ込むか、なんか手元が緩んで、この間の女子の選手権もそうだったんですけど、手元が緩んでシャンクっていうのがこう右にペラペラるか、思いっきり行ってガーン引っ掛けちゃう。今回の動画もそうだったんですけど、まあ、そこをもうちょっとこう、なんだろう、メンタル的な問題なのか、もうちょっとこう自分の中でうまくコントロールしていきたいなって思っていて、まあ、あともうちょっと寄せですね、寄せの寄りをもっと強めたいですね。ちょっとグリーン外しても寄せがあるから大丈夫って思えるみたいな、こうもうちょっとこう、こうしたらいいんじゃないかみたいな、パワープレー出すにはこうだよみたいな、バーディー4つ必要だよとか、もっとドライバーは絶対フェアウェイキープだよとか、まあ、ミスダボはダメとか、まあ、何でもいいです。パワープレーを出すにはこう思うみたいなことをコメントで書いてもらえると嬉しいです。はい、年内に、はい、必ずパワープレーを出したいなと思ってますので、皆さん応援のほどもよろしくお願いします。はい、まあ、リンゴルフオープンもありますので、あの全国行くときに結構レディースティーで回ろうと思ってますので、ただリンゴルフオープンに関してはあの全部回ってしまうと皆さんへの交流がなくなってしまうので、結構ハーフで、ハーフ回ってもハーフかな、後半はもうカメラに行ったり、あの皆さんとの交流を増やしたいなと思ってますので、結構初めて行くコースもあるんで楽しみにしてます。さあ3ヶ月で最後ここはパワープレーを出せるのか、はい、ご期待ください。以上になります。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回どこのコースのレディスティー行こうかなって今悩んでます。はい、バイバーイ。